い、こんにちは。こんにちは。はい、今日は、レゴのマインクラフト。メグ、レゴでさ、マインクラフトって出てたんだね。うん、お父さん知らなかったさ。一番好きなマインクラフトのレゴある。スティーブね、ここの鎧と被るやつが欲しいんだよ。そのレゴもあるの？ある。スパイダー。これは一番安かったんかな。うん、ね、超安かったみたい。嘘だよ、そこまで安くないけど、ちょっと安売りしてたやつなんですよね。このセットはどういうセットだ、これは。なんかゾンビもいるし、スパイダーって書いてあるから、この黒いやつがクモなんだね。クモね。スティーブと、ゾンビとスパイダー。なんか廃墟みたいなとこ感じだから。廃墟って？なんか家みたいなとこがさ、崩れてるようなとこじゃない？この TNT があるから爆弾があるかな。敵に爆弾を仕掛けて、敵では周りに爆弾を入れて、それで敵をその中に入れて、ドアを閉めて、それで着火させて、自爆させて、やっつけるっていうのもある。そうだ。じゃあちょっと箱の裏を見せてもらえますか。はい。ブロックは TNT。 TNT もあるんだね。 TNT、なんか宝箱みたいなのもあるよ。なんか上に、それはスティーブのね、やつ。フランスパンじゃねえの、あれパンでしょ、普通のパンだって。パンでしょ、パンが入ってるみたいなね。うん、はい。じゃあ今日はこのマインクラフトのこのセットだね。このセットを開けたいと思います。はい、作りたいと思います。はい、じゃあ箱の方開けてみてください。249ピースかな、入ってるみたいだね。はい、メグ、カッターの使い方反対だよ、それ。そうそうそう、はい、はい。じゃあ中身の方、いくつ入ってるかな。1、2個。じゃあまずさ、人形作ってみてよ、メグ。スティーブできた。いや、僕はスティーブだよ。スティーブ、じゃあベッドの上に置いてみてください。剣作った。剣持った。本当だ、ちっちゃい。ちっちゃいね。うわ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 。はい、一緒に行くよ。そうだね、もうちょっとこっちやっていいよ。そうそうそう。じゃあ僕が洞窟を作るよ。もうここにスティーブの押しといてみて。色が違う。紫。だいぶできてきたね。両方くっついた。あとは TNT。 TNT 作る。TNT 爆弾。面白い言い方したらそうなる。TLT。 どっかにあったね。ちょっとカメラ向けてみて。 TNT テーマでボカー。こうやってここに向けて、もうちょっと下げて。どうぞ。そんでブーって前出して。 TLTTNT。 TNT を置いたらこれがなくなる。どこかん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 。スティーブ、ここやろう。
後ろ向いてるん、うん、ねゾンビが来てるの知らなくて、うわやられたじゃん、やられた、うん、ほら、クモもじゃあレイアウトしてみて、じゃあ、じゃあ、じゃあ、あー、ボー、イライラしたボーイやらなければよかった、うん、じゃあ、ちゃんと乗せてみて、はい、よし、じゃあ、クモはここでいいかな、ね、あのね、うん、ちょっとだけダメージ受けたからね、見て、うん、パン食べてる、パクパクパク、エネルギー回復するの、ブルルルルルン1回復、この剣も入れとこ、はい、でっかいベッドもつきました、はい、でかっ、まさかレゴでね、マインクラフトがね、ちょっとやりづらい、うん、戦ってる、うん、ジャインジャイン、やっつけたうわうわ、ジャインジャイン、クモ出てくる、うん、クモ一番強い、ね、本当に、ジャインジャイン、やったー、あー、ブーガー、ゲームの中にも出てくる、見て見て、TMT で仕事した、はい、ちゃんとつけてください、じゃあ最後取るからさ、じゃあつけてくる、つけてくれる、レイアウト、うん、あ、これで帰ろう、捨てた、出た、よし、じゃあそこに乗せてください、トントン、はい、じゃこんな感じかな、はい、じゃあ箱もじゃあ置いてください、はい、こんな感じでいいかな、うん、はい、できたね、うん、うん、だいぶ似てる、ここがお家でここが敵の住む場所、うん、これで新しく作れる、どれ、そうだ、こうやってここがここにベッドを作る、うん、ベッドも作れるね、うん、ベッドちょっと枕が高いベッドだね、あの赤いさ、今度赤いブロックみたいのでさ、ここ作ればいいんじゃない、うん、ね、それもできるね、マグマ流れていた、うん、うわ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 はい、ということで今日はね、レゴのマインクラフトね、を、作ってみました、どうでしたか、メグ、頭に当たってるし、んねえねえ、これやばくない、これさ、これこれさ、これなくなるんじゃない、これ、うん、どうなるだろう、ここ何、水出るはい、ということで今日はマインクラフトのね、うん、はい、レゴを作ってみました、ま、難しかった、難しかった、ちょっとね、細かいところっていうかね、形じゃないような形だからちょっと分かりづらかったかな、うん、だいたいそうですね、1時間弱ぐらいかかったかな、メグね、うん、そうですね、まあ8歳から、8歳、うん、メグまだじゃん、でも作れた、うん、一人で作り上げたね、うん、うん、なんかこのベッド硬そう、はい、硬いだろうね、はい、ということで今日はレゴのマインクラフトを作ってみました、以上です、アミちゃーん。